はじめまして、イズミンという者です。単発実況 Do Not Fall やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ノーマルモードでやっていきたいと思います。このゲームはやったことあるんですけども、面白いんですよね、結構。まあ、まだクリアはしてないんですけども、もう難しくて、このゲームは他のゲームと違って、なんかステージの表し方が面白いんですよね。ミネラルウォーターとか、ミルクとか、抹茶とか、パイナップルジュースとか、炭酸水とか、マシュマロチョコレートとか、スムージーとか、面白いんですよね、表し方が。このゲームは結構好きです。でどういったゲームかといいますと、これからやっていきたいと思います。ステージ1の1からやっていきたいと思います。いくつかやって、まあ、やめようと思います。レディーゴー。崩れていくんですよね、このゲームは。落ちないように、あの鍵を取りつつ、あのクリアしていくみたいな、そんな感じのゲーム。 S ランクやったね。次のステージ、レディーゴー。で、どんどん鍵が増えていくんですよ。このゲームは落ちそうになると本当ヒヤッとするんですよね。危ねえ、本当ヒヤッとする。ウォホー、イエーイ、ヤッホー、イエーイ。はい、なんか。レディーゴー。で、このゲームに各ステージにチャレンジがあるんですけども、このチャレンジをクリアしていくと、結構なんかアンロックされていくものもあります。落ちないように気をつけよう。自分はこのゲーム好きでたまにやるんですけども、結構面白いです。値段もそんなに高くないんで、皆さんにもおすすめします。Ready? Go! 四角ボタンでダッシュボタンで障害物を破壊します。あ、壊せます。ダッシュ後にはクールダウンが必要です。一定時間が経過すると再びダッシュができます。あぶね。この世界ではボルトはまあお金みたいなものですね。やっほー。ダッシュを利用した後、穴を飛び越えたり障害物も破壊します。壊します。クリア。ヤッホー、イエーイ。次のステージ、レディーゴー。レディーゴー。危ね。おっとおっと、危ない危ない。こうやってだんだん難しくなってくるんですよね。おお、危ない危ない。落ちるのがあった。おお、ちょっと危ない。おお、クリア。やっほー。 B ランク。レディーゴー。レディーゴー。ジャンプをして空中ダッシュ、バツと四角ですね。バツをした後に四角を押すとより遠くに行けます。こんな感じです。お、危ね。こんな感じですね。あー、落ちてった。ごめんなさい。
ません。結構難しいんですよね。でも面白いんですよね。わお。おお。わあ、危ねえ危ねえ危ねえ。クリア。ああ、Cランク。残念。レディーゴー。レディーゴー。スパイクボールは飛び越えられません。タイルを消してスパイクボールを落とすと安全に進めます。神々やな今日。おっと、まあこんな感じです。やっぴー。もう危ない危ない危ない。あ、危ないよ。うん、おお、どうした、どうした。よっしゃ、どんどんやっていこう。あー、危ない、危なくない、落ちたし。おっしゃ、あ、おっと、危ない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 、危なかった。ほんとヒヤッてしますよ、このゲーム。でも面白いんですよね。この辺にしたいと思います。まあ、いろんなステージがあるんで、ぜひ気になった方はやってみてください。じゃあこの辺で、ぜひ次も動画投稿を上げた時にぜひまた他の動画も見てください。チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。